はい、ソニーの小林です。こちらの動画では今ディープラーニングに取り組むべき理由ということで、ディープラーニングがどうして今日これほどまでに注目を集めているのか、そしてどうして早く取り組んだ方が良いのかというあたりについてお話していきたいと思います。はい、こちらのグラフはディープラーニングを紹介するにあたってほぼ、必ずと言っていいほど出てくるグラフなんですけれども、画像認識問題において近年どのように性能向上があったかというものを表すグラフになります。画像認識問題というのはコンピューターに画像を見せて、この画像が何の画像ですかというのを当てさせる問題で、見せた画像が人であれば人、犬であれば犬というふうに正しく答えることができれば正解というものになります。で、こちらのグラフ、横軸が年代になってまして、縦軸が誤差になっています。コンピューターに画像を見せた場合にどれくらい間違えて答えたかというのを縦軸に表しています。で、この画像認識問題、ディープラーニングが使われる以前も、従来型の機械学習技術を用いて世界中の研究者が取り組んでいたわけですけれども、毎年の性能向上はせいぜい 1%、2% というところで、少しずつこう性能が向上しているという状況でした。それに対して2012年にディープラーニングを用いた手法というのが登場しまして、ここで誤差を一気に 30% も改善したことで非常に大きな注目を集めました。そしてこの性能向上は2012年に一度起きただけではなくて、毎年のように性能向上が続いているというのも非常に大きなポイントになります。もう年率 50% という非常に急速な指数関数的な勢いで性能向上が続いています。この問題、人に解かせると大体 5% ぐらい間違うというぐらいの難易度の問題なんですけれども、このように指数関数的な性能向上が続いた結果、2015年には人の認識性能を超えました。ここでも非常に大きな注目を集めました。そしてこの傾向が続くと何が起きるのかというところが一つの大きなポイントになります。2019年2020年と続いていくと、人は到底太刀打ちできない精度で正しく画像を見分けるということが予想されるわけです。そして人と比べてもそのような大きな差がつくということは、従来型の機械学習あるいはルールベースのプログラム、そういったものと比べると圧倒的にディープラーニングは高い性能を実現するということが予想されるというところが一つの大きなポイントになります。そしてこういった性能の向上は画像認識だけではなくて、いろんな分野で同時に起きているというのも一つの大きなポイントになります。例えば音声認識、2011年にこちらも画像認識と同じようにディープラーニングを適用した音声認識が、既存の音声認識の誤差をやはり 30% 改善するということが起きて非常に注目を集めました。その後も毎年のように性能向上が続いていまして、2016年には人並みの音声認識性能を実現したというような発表もされています。そして囲碁ですね、ディープラーニングを活用した囲碁のプログラムがプロ棋士に勝利したというのは非常に大きなニュースになりましたけれども、こちらも2015年10月に最初のプロ棋士を下してから毎年のように性能向上が続きまして、世界レート1位の棋士にも勝利したと。そしてその後も性能向上が続いてまして、今はそのプロ棋士に勝利したアルゴリズムよりもはるかに強いアルゴリズムに成長しているということになります。このように画像認識の世界だけではなくて、ディープラーニングはさまざまな世界で人を超えるような性能を達成しつつあるということが言えます。このように人を超えるような非常に高い認識性能を実現するディープラーニングなんですけれども、これほど高い性能を実現するにもかかわらず非常に扱いやすいというのもディープラーニングの大きな特徴になります。で、具体的にディープラーニングを用いて認識を作成するステップ、こちらの3ステップでも認識が作成できてしまいます。まず最初のステップはデータセットを用意するということです。で、例えば手書き数字認識、こういった手書き数字の画像が入ってきたときに、これは0だ、これは1だと認識する手書き数字認識を作成したい場合、このようなデータセットを用意します。まず入力画像として0から9の手書き数字画像、こちらを大量に用意します。そしてこれは0だ、これは1だというこの画像を認識したときに出力してほしい答えですね、正解の認識結果、こちらも用意してあげます。こちらは人間でいうと教材を用意するようなステップになります。問題とその答えが対になっている状態で教材を用意してあげるというのがこの一番のステップになります。そして次のステップ、ニューラルネットワークの構造を設計するというステップになります。このニューラルネットワークというのはコンピューター上で脳をシミュレーションするというような技術なんですけれども、このコンピューター上で脳を再現するときにどのような構造の脳にするかというのを設計してあげるというところがこの2つ目のステップになります。こちらは今後の動画で詳しく説明していきたいと思っています。そして3番目のステップは、この用意したニューラルネットワーク、コンピューター上に再現した脳を1番で用意した教材で学習してあげるというステップになります。で、この学習というステップを行うことによって、この学習されたニューラルネットワークに手書き数字画像を入力すると、2という画像を入力すれば正しく2と認識するというような機能を獲得できるということになります。従来認識技術を実現しようとすると、ここまで簡単には実現できなかったわけで、従来の機械学習手法を用いた場合と比較すると非常に高い性能を実現できるんですけれども、非常に簡単に認識を作成することができる技術であるということが言えます。
そして認識のような機能が従来のプログラミングよりも非常に簡単にしかも高性能に実現できるということで、この機能開発の概念自体も大きく変わろうとしています。で、従来例えば先ほど紹介したような手書き数字認識機を実現しようとすると、この手書き数字認識を実現するために必要な機能ブロックというのはどういうものかと、例えば前処理が必要で特徴抽出が必要で、機械学習が必要でしょうという、このように、機能ブロックに分けてそれぞれをこう実装していくということで機能開発が行われていました。従来こういったやり方で性能を出すために必要なものというのは、いかにこの必要な機能をモジュールに分解するかという設計のノウハウ、あるいはそれぞれのモジュールをいかに高性能に実現するかというプログラミングの能力、こういったものが重要な要素になっていました。実現できる機能の複雑さはプログラム量に比例していたということができたんじゃないかなと思います。それに対してディープラーニングを用いた機能開発というのは、先ほど紹介したようにニューラルネットワークを用意したら、あとは入力とそこから得たい答えですね、こちらをデータとして用意して、このニューラルネットワークを学習するということで、エンドトゥエンドラーニングというんですけれども、入力と欲しい答えを与えて、入力から出力までの機能のすべてを学習によって獲得するという機能開発が可能になっています。こうなるとですね、もうデータ量が実現できる機能の複雑さや性能を決めると、高い性能を実現する機能を開発するために必要なスキルや開発の仕方といったものも大きく変わろうとしています。実際にソフトウェア開発のワークフローとディープラーニングを用いた機能開発のワークフローを比較するとこのようになるかなと思います。従来の機能開発、まず仕様を策定して設計すると、各機能ブロックに分解してそれぞれの機能ブロックを実装する、そしてデバッグしてコンパイルして、最終調整みたいなものを含めて品質保証をして出荷するというような機能開発のフローがあったとすると、ディープラーニングベースの技術開発では仕様策定するところは同じです。そして機能ブロックに分解するところはですね、基本的にはどういった入力データからどういった出力を得たいのかというアーキテクチャの設計に変わります。そして実装してデバッグしてという部分、こちらはですね、もうすべてデータ収集ですね、データを与えることでどういった機能が欲しいのかというのを与えていく、コードを書く代わりにデータを与えるということになります。そしてコンパイル作業がこのニューラルネットワークを学習するという作業になります。そして評価用のデータというのを与えて、その評価用のデータで十分な性能を満たしているかどうかというところで品質保証も行っていくということになります。そしてこのディープラーニング、汎用性が非常に高いと、いろいろな課題に応用できるというところも一つの大きなポイントになります。今までは主に画像認識の例で紹介してきましたけれども、画像認識というのはこの入力が画像で、出力がその画像の種類というものでした。それに対して例えば入力を画像の代わりに文章にしてあげると、文章を自動で分類するという機能をニューラルネットワークで実現できるということになります。さらに例えば機械翻訳ですね、入力を英語の単語列、出力を日本語の単語列にして、たくさんの大訳をもとにこのニューラルネットワークを学習してあげると、機械翻訳のアルゴリズムが獲得できるということになります。その他にもこの入出力を変えることによって、様々な機能を実現できる、非常に汎用性が高い、本当にアイデア次第で応用可能性の非常に高い技術であるということができます。ここまで紹介してきたように、ここまで高い性能を実現するディープラーニング、実は非常に簡単です。認識程度であれば一般の技術者でも十分に開発ができるという状況になりつつあります。そして非常に汎用です。画像認識だけではなくて、様々な機能の開発に用いることができます。そして実現したい機能があったときに、それぞれのモジュールに分解してそれぞれを実装するという機能開発から、エンドトゥエンド学習といって、ある機能の入力から出力までを全て学習によって獲得するという機能開発に変わりつつあります。こうなると企業にとって必要なのは、設計開発のノウハウではなくてアイデアですね。どういったデータからどういったものを出力すれば高い価値を生む機能になるのかというアイデア、そしてその機能を開発するために必要なのはデータになりますので、データが重要ということになります。このようにディープラーニングというのは、機能開発のやり方を全く変えてしまうような技術になります。これだけ機能開発のやり方が変わると、多くの思考転換が必要になってきます。なかなかこの新しい思考転換についていけないと、特に大きい組織ではそういった問題を抱えていらっしゃるところも多いんじゃないかなというふうに思います。本来ディープラーニングは非常に大きな可能性を持った技術ですので、現在の技術レベルでも活用すれば、社会の様々な問題を解決するために活用できたり、より面白い機能、今まではなかったような知的な機能を実現できたりという非常に大きなポテンシャルを持っているんですけれども、その持っているポテンシャルに対してまだまだ活用が進んでないという印象があります。現時点においては、ディープラーニングを持っているポテンシャルに対して人間の意識の方が追いついていないというふうに言えるかなというふうに思いますので、まずはできるだけたくさんの方にディープラーニングに直接触れていただいて、その本質を理解するところから始めると。それによってディープラーニングを活用できる方が今の10倍、100倍に増えて、急速に社会を豊かにすることができるんじゃないかなというふうに思っています。
今後の動画ではこのディープラーニングの中身についてより詳しく解説していきたいと思っています。